に今す神社に静まります。我が狼たちのお前にかしこみも毛作、常にも狼たちの高き尊き大御水をかがうり祭り、嬉しみ祭り、かたじけなみ祭りて、おろがみ祭れる豆人らが中に、この飛鳥の村に住まいせる小川の正明率いる太鼓集団、大和おい、今日の良き日に大前にて演奏会を催さぬとするを、御心もお題に聞こしめして、なでたまいめでたまいて、その技も麗しくなし導きたまい、合わせて太鼓の音とともに、国中はさらなり、世界の雨土に至るまで響き渡らせたまいて、今世界にはびこるえやみを、日に時に早く収まりおえしめたまえと、大原への言葉唱え祭り、おろがみ願い祭らくを、大らけく安らけく聞こしめせと、かしこみもまおす。Thank you.
ここはね、奈良のいわゆるその大和の国という、そこのその特に飛鳥という場所なんですが、大和というのは大いに和むという、そういう和というのは乃木偏に朽ちというのでね、皆さんが食べられますようにという遠いご先祖さんたちの願いという、大いに和みたいという、そういうような国柄なんやという、そういう中で、飛鳥というのは特にああすがすがしいという場所でもあるんだけども、漢字では明日薫るという飛鳥村という、これは明日というのはどうなんやっていうと、太陽と月が来てほしい、そんな明るい日であってほしいという明日に、薫るというのはお米を食べる時、パンが焼けた時の匂い、そういう食べる寸前のおいしいという、そういうような香りがある、いわゆるその明日の中でそのご飯食べてしっかりとその和みたいという、そういう遠いご先祖さんたちの願いが、いわゆるこの飛鳥にあって、安心安全の住処という、それが飛鳥なんや。飛ぶ鳥という字でも漢字で表してるんだけども、鳥が飛び立つように自分の子供たちや孫たちが神様の、に守られて、こっから巣立ってほしい、安心安全の住処から飛び立ってほしいという、朱雀のようなめでたいという、自分の子供は宝物やから、そういう宝物がちゃんと飛び立っていけるようにという、そういうところで飛鳥という名前が付けてある。
入っていますかね。はい、改めましてありがとうございます、本日も、大和ライブ配信、はい、祈りの響き明日香よりをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。まあ、変わった感じでね、始まらせていただきましたが、はい、宮司の、はいはい、お言葉、はいはい、第87代、はい、宮司、はい、朝日おふみさんから見てはるんですよ。はい、ずっと見てくれてはるんですけど、ありがとうございます。日をね、見ていただきながら見て、87代宮司ということで、飛鳥ひろゆみさんと、はい、お嬢さん、はいはい、これマイク入ってます？あ、入ってる。もっと近づけた方がいいかもしれないです。もっと近づけて、はい、はいはい、第87代宮司の飛鳥ひろふみさんと、はい、それ言いました、そのお嬢さんの飛鳥智子さんに、はい、祭主としてご保証いただきました。はい、はいはい、そうですね、まあ、そうですね、お二人には、うん、今日の、僕たちの、まあ、和太鼓が、ね、まあ、世界、まあ、日本はもちろんですけどね、はい、日本中はもちろんですけど、世界中の、まあ、天と地まで、響き渡るようにと、ご祈願していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。また本日はですね、特別に、はいはい、新型コロナウイルスの、収束祈願といたしまして、はい、お二方と我々ヤマトメンバーで、あ、そうですね、はいはい、めちゃくちゃ緊張しました。今まで一番緊張じゃなかったですけど、ね、一番緊張したじゃないですかね。いや、なんかね、やっぱ気持ちこもりますね。思いますね、はい、もうありがとうございます。大祓いの言葉という、はいはい、大祓いの言葉、はい、登場させていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。show、はい、show was started from the Shinto ceremony yes、はい、for the purification by the 87th priest、Mr. Hirofumi Asuka and his daughter Ms. Tomoko Asuka。 Thank you very much. ありがとうございました。 Thank you very much. それとですね、はい、まあ、見ていただいて分かった方もいると思いますが、はい、1曲目、はい、コトホギという曲をしている時に、うん、はい、まあ、宮司がですね、火を持って、はい、出て、はい、松明を、はい、あんなでかかったですね、火。びっくりしました。もうちょっとあんなのと聞いてなかったです。いや、火は通ると打ち合わせさせていただいてたんですが、はい、あそこまで、正直でっかいなと思って、ね、松明が。なんかこれぐらいあれは、ね、やと思ってたんですけど、ね、びっくりしました。なんかあれを後ろからすんごい音熱い、熱くて自分燃えてるんちゃうかなと思いながら笛吹いてたんですけど、はい、まあ、これ何をしてくださってるかと言いますと、はいはい、まあ、バチをね、まあ、これ、はい、ね、これバチバチなんだ、これ自分たちで削ってるんですけども、はい、まあ、去年1年使って、はい、でまあ、折れたバチを今日はバチ供養として、はい、火を、ね、その、はい、前で、ね、燃やしていただいております。ま、はい、まあ、普段は毎年ですと、はい、そうですね、まあ、教室生の方とか見てられるかもしれませんが、うん、毎年餅つき大会を僕らしてるんですけど、はいはい、まあ、ツアーでね、折れたバチとかを、集めて、まあ、その餅つき大会まで、まあ、集めといて、うん、まあ、そこで、バチ供養をしてるんですけども、ね、まあ、去年はちょっとコロナのことでその餅つき大会ができなくてですね、はい、で、まあ、今日は宮司に、はいはい、バチ供養をしていただきながら、ね、これしかもこれ ね火を起こすのが火打ち石っていう、なんていうんですか、あれね、初めて見ましたよ。見たことあります？生で、はい、うん、カンカンってやって、その紙の上にね、火を落として、つけていただいたものです。はい、まあ、今日はね、それと一緒に、配信していただき、配信していきたいと思いますのでね。はい。はい、So we are holding… 長いこと喋ってしまいました。はい、大丈夫ですか？頑張ります。はい。We are holding a burning ceremony for our bachi sticks. はい。That we used for the show in the last year. Then this fire was made by the firestone. 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 I don't know how to say. Yes. Flint. 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 ですか？はい。まあ、ロックとロックですね。Like this. Like this. Fire. They're making fire. Yes. We got fire. ですね。はい。We got fire. はい。これす。すっごい暑いですよ。すごいすごい。そうですね。本当にこれはね、もうここにいるね人しかわかんないですよ、はい。もうすごい暑いです。熱気が、はい、はい、きますね。まあ、煙はね、映ってるかなと思いますが、いい感じのスモークでね。そうです。はい、はい、ありがとうございます。質問してください。はい、では、はい、もう少しだけ、ね、宮司に、お話を聞いてるので、はいはい、まあ、ここに、お祭りして、お祭り、うん、お祭りされてる、神々の、はい、お話と、うん、それとここの神社のお祭り、お祭り2回でちょっとややこしくなります、うん、フェスティバルの方ですけど、はい、お祭りを、説明していただいている、映像がありますので、はい、それを見ていただけたらと思います。 Yes, please listen to the, about the God of this shrine and also about
the ceremony in this shrine、はい、by the chief priest.ここには、八重こと白主の神様というのをお祭りしてるんやけども、どれぐらいの始まりかといういわゆるそのいつ頃はその神様をお祭りしたかということはわからない。そしたらいつ頃なんやというとわからないぐらい昔からという具合に話をするんだけども、八重こと白主の神様といって大黒さんの子供様、それをそのちゃんとこうにお祭りして80万の神様方を統率をされるという、だからみんなが幸せになるためにどういう具合にすればいいやろうかということを相談なさって、人間が生きていくために一つ一つ道しるべを作ってくださるという、そういう神様をお祭りしております。まあ、今も2月で一番寒い時なんやけども、寒い厳しいその木を追いやるために青だけでお尻を叩きながらまた暴れ回って山の神様をちょっと迎えて春が一日も早く来ますようにという、そういう恩田祭りっていうのがあって、この神社では田植えの所作もするんやけども、結婚式があってその初夜があって、まあその天狗とオタクの交わりというのがあって、まぐわいというかそれがあって、それからその子孫が繁栄しますようにという、そういうようなことのお祭りというので、2月の第一日を、この間になりますけども何かの日にそういうようなお祭りをしました。ただ今年はコロナがね蔓延してるもんやから、そのお祭りはちょっとできんかった、まあ寂しい話で、まあ、それから来年からはそういうコロナが退散して収束をして無事にお祭りをしながらみんなの幸せを願いたいという具合に願っています。
このここで太鼓を叩いていただいたというその響きはいわゆる天にも届きますように、世界中の人たちにも届きますように、もともとその飛鳥の地はよろず派という万葉という、そのよろず派がどん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 広がっていくというのがあのよろず派の心なんやけども、太鼓集団大和のこの響きが世界中に響き渡りますように、実際にこの響きとともにコロナが一日も早く収束しますように、この太鼓の音でその収束することを願って、まあ、世界中の人たちの幸せを願いたいなというぐらいに思います。まあ、ご苦労様でした。Thank you.
いやね、本当にまあいろいろありますけど、はい、本当にね、はい、まあ今回ね、このまあライブ配信は、まあ、はい、去年まあコロナウイルスのことがあって、まあ、ツアーに、行けない日々が、はい、まあ、続く中でまあ始まったライブ配信ですけども、はい、もうね、もうチャットとかもう来るたびにもうめちゃくちゃつながってる気がします。はい、今回このアスカの、祈りの響きアスカよりでは、まあ、いろんなところでね、アスカ村のいろんなところで、はい、何ですか、花火を打ち上げさせていただいておりますが、ね、まあ、今日はあれですね、これまでの打ち上げた花火との映像とともに、うん、お別れしたいと思います。はいはい、では、いつもの通り、はい、皆さんで気持ち込めていきたいと思います。はい、私がせーのと言いますので、頑張ろうと言っていただけたらと思います。はいはい、では、いきますね。拳、はい、グーでお願いしますね。突き上げていきたいと思いますよ。レジオフィスト。はい、では。みんな、みんな、はい、せーの、みんな